ブルーミュースカイは今年名古屋鉄道が創業130周年を迎えたことを記念して誕生しました。ブルーミュースカイはその名の通り青色を基調とした車体で、ミュースカイの通常車両の塗装とは色合いを反転させてあるのが大きな特徴です。明日からの通常運行に先立ち、今日は西宮島駅でお披露目イベントが開かれ、鉄道ファンらおよそ250人が集まりました。青のボディがかっこよかった。130年の歴史を新たに塗り替える、本当によかったです。運行スケジュールは名鉄のホームページで発表されるということです。